一年で解任、馬鹿げてる。楽天の混乱は止まらず、高木豊が明かす球団の裏事情にファン驚愕。長期的視野を欠いた運営に対し、再建の道はあるのか、選手たちの士気は維持できるのか。楽天イーグルスは今季のレギュラーシーズンを67勝72敗、4分けの成績で終え、リーグ4位に沈んだ。これに伴い、今季限りで今江俊明監督が退任する見通しだ。 策を譜に2年契約を結び、わずか1年での退任となる。今江監督は、球団創設20周年の節目となる今期、12球団最年少の40歳で内部昇格し、監督に就任。しかし、シーズン序盤から安楽智弘のパワハラ問題による退団や守護神、松井裕希のパドレス遺跡など、戦力が大幅に低下。加えて目立った補強もなく、厳しい戦いを強いられた。そんな中でも、 呂本広大をクローザーに転向させ、32セーブで最多セーブタイトルを獲得させるなど、その手腕は一定の評価を受けている。今季は交流戦で初優勝を果たし、ロッテと三味を争う展開を見せたが、最終的には3年連続で4位に終わった。オフの大きな補強がなかったにもかかわらず、わずか1年で解任という結論に至ったことには多くの疑念が浮上している。特に、 楽天の監督交代は過去にも1年で終わったケースが多く、2005年の球界参入以来、今井監督で6人目となる。一部では親会社の意向も影響しているとされ、球界内でも様々な意見が飛び交っている。かつて太陽、現 DNA で活躍し、日本代表コーチを歴任した現役時代の経験を持つ野球解説者、高木豊治は、自身の YouTube チャンネルで、楽天の監督人事に疑問を呈する。 と題した動画を公開、高木氏は、今江監督の去就問題に対し、楽天の歴史には1年で退任した監督が5人もいる。これでは驚きもないと断言し、ただ、監督をお願いするならその人物の人生も背負っている。フロントはそのあたりをもっと考慮すべきだと厳しく指摘した。さらに、結果が出なければ監督1人の責任とするのはおかしいと疑問を呈し。 一年目で交流戦優勝という成果を挙げた今井監督の手腕を評価。指揮を下げるようなことをしたわけではなく、しっかりと戦った、と述べ、監督の解任が正当な判断なのかを問いかけた。現在、公認候補には今季二軍監督を務めた三木はじめ氏や、選手からの信頼が厚い渡辺直人ヘッドコーチの名前が挙がっている。しかし、外部からの人材招聘については、 外から来た人物がゼロから新たな道を作ることになるが、それが一年で結果を求められるのは無理がある、とし、球団の運営が短期的すぎると厳しい視線を向けた。若手選手の成長が期待される中で、短期間で監督を変えていてはチームに良い影響を与えない、とも述べ、長期的な視野に立ったチーム運営を求めた。楽天は創設から20年経ち、星野千一監督の2013年の優勝以降、 低迷が続いている。近年は3年連続で4位に沈み、監督交代の頻度が高まり、東北のファンたちの不満も限界に達している状況だ。これからチームが勝利に向けて何をすべきか、フロント、首脳陣、そして選手が一丸となって前進するしかないだろう。ファンの声、楽天球団には監督を育てるという覚悟が感じられません。新人監督であれば、 采配の面や指導者としてのあり方に関して、チーム内部から批判的な声が上がることもあるかもしれません。しかし、球団側が監督を長期的に育てていく意思や覚悟を持たないために、結果としてすぐに監督が交代してしまうのです。東北の暖かいファンの応援に慣れてしまい、球団自体が甘えているのではないでしょうか。楽天の歴代監督からも、東北のファンは他の地域と比べても優しい声援を送ってくれる。 という話を聞いたことがありますが、逆に地元から球団運営に対して、もっと厳しい意見が必要ではないかと思います。楽天球団創設から20年が経ち、もはや進興球団とは言えません。優勝はわずか1回。この球団には本当に黄金期を築く意志があるのでしょうか。もしその意思がないのであれば、球団自体を売却すべきです。野球球団を保有したい企業は他にもたくさんあると思います。 こんな監督交代劇を繰り返していたら、いずれ本当に外部から優秀な監督を呼べなくなりますよ。今江監督に関して言えば、大きな補強もなく、エース松井のメジャー相席や安楽問題という逆風が吹く中で、交流戦優勝を果たし、最後まで3位争いを続けたのです。それだけでも十分な成果を上げたと言えるのではないでしょうか。そもそも1年目の監督は、自分の色をチームに染み込ませ、2年目、 三年目で成熟させていくものです。今井監督には、もう一年くらい猶予を与えてもよかったはずです。楽天。来期の指揮官はマー君シフトを模索中。三木谷オーナーが目指す悲願の200勝へ向け。今井監督の続投は不透明。青山コーチや小山コーチの起用が適任との声も浮上。二年契約の初年度を迎えたばかりの楽天。今井俊明監督。四十一、だが、 その挙手に対する不透明感が高まっている。球団の動向の背景には、先月末にようやく今季初登板を果たした田中正弘投手、35との関係が浮上している。田中投手は日米通算200勝まで残り、3に迫っており、三木谷博文オーナー、59の特別な信任を受けるこのチームの宝として、その偉業達成を全面的にサポートする体制が検討されているのだ。 今後の展開に注目が集まる。今江監督の采配は、球団内外から賞賛と同情の両方を集めている。交流戦は制覇も、クライマックスシリーズ進出を逃す、石井和久前監督の退任に伴い、打撃コーチから昇進した今江監督の初年度は、交流戦での優勝を成し遂げたものの、リーグでは4位に終わり、クライマックスシリーズ、CS での進出を果たすことができなかった。 親会社の経営状況が影響しているのか、十分な戦力補強が行われない中で、推定年俸4000万円とされる最も低い報酬の青年指揮官が、現有戦力を巧みに操りながら奮闘する姿勢は、多くの人々の共感を呼んでいる。監督経験を持つ球界の OB は、制約が多い状況下で指揮を取る今井監督は、実に気の毒だ。監督には明采配よりも、 球団の意向を的確に組み取れる人物が求められるため、現場の重要性が軽視されているように見受けられる、と指摘している。特に厄介だったのは、オーナーの強い意向で2021年に復帰した、レジェンド、田中正宏選手の扱いであろう。サクオフに右肘の手術を受け、再起を目指した今シーズン、田中正宏は開幕ローテーション入りが期待されていた。しかし、調子が上がらないと判断されるや否や、 2軍での調整を指示された。実戦での登板を果たしても昇格の許可は出ず、その内容に厳しい目を向けて、さらなる追試を課されたのは、1軍の戦力としての信頼性を確保するためだった。しかし、看板選手の本拠地での登板による集客効果を期待する営業サイドは、じっと待つことができず、なかなか1軍に呼ばれない田中正宏の、内なる声がオーナーに届いたとされている。その結果、 9月28日のオリックス戦、楽天モバイルの主催試合で先発出場が決まった。今季初めての一軍登録となったものの、一軍に上げられる状態にはほど遠いとの声もあり、周囲の重圧に押しつぶされてしまったのが実情だ、と球団関係者は語った。クライマックスシリーズ進出をかけた少年上の試合で、田中は5回を投げて4失点で敬老され、そのまま二軍に逆戻りし、 今期は失望の結末を迎えた。この結果、当初から続投が規定路線とされていた今井監督の運命も白紙に戻されることとなった。田中将大の処遇は、球団にとって今後も重要な課題であり、彼の影響力は計り知れない。そのため、来期は田中と効果的にコミュニケーションをとれる指揮官を配置するという構想が浮上している、とのことだ。 これまで幾度も監督候補として名前が挙がってきた渡辺直人ヘッドコーチ43よりも田中と現役時代を共にした青山浩二投手コーチ41や小山新一郎二軍投手コーチ46の方が適任との声が球団 OB の間で広がっている楽天はこれまで球界の常識を覆すような驚くべき人事を実行してきた その背後には常にカリスマ的なオーナーの影が存在したが、間もなく発表される来期の体制がどのような反響を呼ぶのか、注目が集まる。ファンの反応。田中投手はオフシーズンにテレビ番組に頻繁に出演したり、競馬予想を楽しんでいるようですが、その活動で減額された分を補填しようとしているのでしょうか。また、ももクロのライブにも再びステージに立つ機会があるのか気になりますね。 オンとオフの切り替えは重要だと思いますが、野球でのパフォーマンスが思わしくない時期には、控えめに行動する方が良いのではないかとも感じます。今井監督は、残り6試合で2ゲーム差の状況において、投手陣を総動員できていれば、クライマックスシリーズ、CS での道が開けていたかもしれません。ローテーションにこだわりすぎた部分は気になるところですが、新庄監督も2年間連続でロヒだったことを考えると、 まだ監督交代のタイミングではないように思います。状況を見極めつつ、次の手を考えていくべきですね。